Spinner。 このプログラムはイギリス英語の先生ハリー杉山とアメリカ育ちの生徒ジェニーが繰り広げるドタパタにぎやかなイングリッシュレッスン。イギリス英語とアメリカ英語の違いを学びながら真のイングリッシュマスターを目指しましょう。それではレッツスタートザレッスン。 Spinner Spinner UK vs US UK vs USFancy an English battle? Fancy an English battle? Where are you? Dobby! Where are you, Dobby? Dobby! Oh, hello, Jenny. Jenny, have you seen my Dobby?No, maybe he went somewhere in your mind, I think. Oh, God. 頭の中にいるんじゃないですかね。I'm looking for Dobby. いや、ずっとね、僕の大好きなドビーがどっか行っちゃって、探してるところをジェニーに会ったんですけれども。何言ってんだろうね。But Jenny, listen, are you okay? Well, actually, yeah, I'm fine. Yeah. No, you don't sound fine. なんかちょっと心配だな。You look a bit under the weather.Huh? Are you alright? Under the sea. No, no, no. It's not Little Mermaid, my dear. We're talking about under the weather. Under what? 何を言ってるんだろうこの先生は朝から。いや、そうね。Under the weather.天気のことって言ってると思いきや全然違うんですよね。違うの？そう。ジェニーがちょっと体調悪そうだなって。もしくは誰でもいいんですけども、Wow, UK, are you feeling under the weather? 天気の下にいるイコール、ちょっと気持ち悪そうだなとか、体調を崩してんじゃないのっていう時に、この under the weather っていう言葉を使うんですよね。へー、私は体調は大丈夫なんですけど、なんかちょっとね、編集頑張っちゃって、なんかもうちょっとブルーな感じですかね。そうそうそう。まあそういう時に、ジェニーはあの魔法の赤いドリンクをいつもスタジオで飲んでるんですけどね。赤いあのブルですね。赤いブル、そのまんまやん。赤い闘牛。赤いブル。赤いブル。過ぎた。赤いブル。赤い闘牛を飲んでます私は。そうそうそう。あのね、いつもジェニーと仕事するためにはこのアルギニンのね、あの溢れるこのあのレッドブル、あ、言っちゃったの香りが、の香りがすごい。I'm so sorry。スタジオに溢れてんのよ。ごめんなさい。Don't worry because I have that at 4:30 in the morning. So. Oh, you went past it. そうそうそう。もう通り過ぎたんです。やったんですね。あのね、赤い闘牛ってさ飲むじゃん。飲みます ね。でいい感じじゃん、うん、あるポイントでパチって切れない。切れます、わかります。今大丈夫？今大丈夫です。 OK OK、so、It's working good, good. So it's working. Good good good. So under the weather. Yeah, let's go back. Yeah, let's go back. でこの under the weather、これは具合が悪いとか体調が良くないイギリス英語のイディオムなんですよ。イディオム。Here we go. Oh, here we go. There we go. 来たぞ。That sound, once again, under the weather、というイディオムをテーマに British English のレッスンをしていきましょう。Let's get started!、Okay. まあ、そもそもね、Jenny, you know what an idiom is? No, never heard of it before.、Okay. 聞いたことないですね。ね、イディオムなんですけど、まず英語でちょっと説明しますね。Okay. According to the Cambridge Dictionary, ね、Cambridge 辞典によりますと、idiom, it's a group of words in a fixed order that have a particular meaning,That is different from the meaning of each word on its own. まあ難しいなこれは。なんか呪文聞こえたな。でしょう、そうだよね。Harry Potter! Dobby, sir! Dobby the house elf! You shall not harm Harry Potter! あ、やっぱりドビーは頭の中にいたんですね。いたんだよ。頭の中にやっぱいたんだね。いたんだ。そうそうそう。今取り出せたから、取り出せたから。そう、あのね、あの、イディオムとはいくつかの単語から生まれたフレーズね。で2つ以上の単語が大体結びつきます、でそういうことによって特殊な意味を持つと、もともと例えば under the weather ってなると under 下ね、weather 天気、天気に支配されてるみたいな意味になっちゃうんですけども、でイディオム的にはこれは具合が悪い、体調が良くない、だから2つ全く別な意味を持つ言葉が1つのフレーズになることによって全く違う新しい意味を持つことになったりするんだよね。はあ、なるほど。そうそうそう。なるほど。はいはいはい。だから under the weather、feeling ill, feeling unwell。
もしくは時と場合によりますけども、二日酔いって意味にもなりますね。そう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 。Hangover ってことですか。そう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 。まあ、Hangover もそうじゃん。冷静に考えると。なんかぶら下がってる。そう、つるつるすとか、ぶら下がるとか。ぶら下がる。Over って言うとね。まあ、超えてるんですよね。そう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 。確かに矛盾してるね。そうなんだよね。でこういうねちょっと面白いんですけどもね、語学的なことを考えると。だから例えば、Jenny, I feel under the weather って言うとなんかちょっと体調やばそうなんだよねみたいな。あんまり良くないんだよねとか、あと。I think he is under the weather with a cold.、うん、これどんな意味ですか？ I think he is under the weather with a cold.、I think he is 多分彼は、under the weather 体調が悪い with a cold、うん、風邪で風邪で体調が悪いんじゃないかってことですよね。うん、そうそうそう、yes. 超関係ない話していい？なんですか？ジェニーってさ TH の発音って自信ある、うん、あると思います。今のさ I think he's under the weather with a cold ってめっちゃ言いづらくない？Under the weather with a cold. ああ確かに結構口をはっきり動かさないと無理かも。そう。Under the weather. 最初イギリスに行った時にお前は TH の発音がクソだって先生に言われて。そうそうそう。先生に言われることあるぞ。お前アメリカのヒップホッパーじゃねえんだから。だじゃねえんだよ。The the the って言われたことってね。そのうるさいでしょ。超うざいんだけども先生。でもそれ愛を持っての言い方なんだけども。そうだよね。そうそう嬉しいんだけども。皮肉みたいなところだよね。きっと。The the って難しくない？ TH って。でも私も The に気を抜くとダになります。そうなるよね。なるなる、うん、これ仕方ないと思うんだよね。そうね、うん、いやこれ言いやすくなるために天気書いてる。天気 The weather The weather The weather ギリ言える。 The weather The weather with the cold やばい難しいよね。怪物化し始めてるな。まあね、まあ、TH の発音またちょっと違う時にしっかりとやりたいと思いますけども OK Today's Fancy English Point Part 2、okay. Under the weather、うん、体調が悪い時もしくは週末で二日酔いになってしまった時、うん、よく使えるフレーズです、うんうん、いくつかマスターしていきたいのが、はい、他にも不調を表すフレーズ、うんうんうん、例えばジェニー、うん、気持ちが悪いとか気分が悪いとか、はい、なんて言います？普通に Under the weather ではなく私だったら I feel ill って言いますね、うん、ill 気持ち悪い、とか病気とか他は？なんだっけ I feel なんかシャギーとかなかったでしたっけ？シャギー、いやなんかなかったでしたっけ？なんか聞いたことある気が。それ今日ね今から教えるやつのさらにレベル上げた答えかもしれない。マジか。そう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 。シャギーっていうのは、まあ、これちょっと気をつけてほしいんだけども、うん、ドシモネタにもなる可能性があるから。もうなんで私そういうのばっかり引き出すんだろう本当に。ごめんなさい番組的に。いいと思ういいと思うんだけど。ごめん。視聴者さんはごめん。大丈夫大丈夫。そもそもシャギーってね普通にアーティストがいるのよ。私シャギーはスクビルの方でした。ラギー？ああそっちの方ね。おラギーって、うん、あるんですスクビルって。わかるすごいわかるわかるわかる。キャラクターがいるんだよね。スクビルってもう誰でも知ってるようなもうドラえもんみたいなもんですよね。そう存在なんですよ海外では。うん、うん、そう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 。でシャギーっていうのは毛がいっぱい乗ってる、もしくはそっちじゃない違うのジェニーそっちじゃないの。シャーグっていうのは、うん、それ営みのことを意味したのよ。あ、そっち。そうそうそう。あ、もうダブルじゃん。ごめん。もうごめん。どうしよう。もう本当になんか私ね、うん、そういうこういうね番組ではそういうことっぽくなるか捉えられてしまうことは避けようと思って、まあ意識してないわけではないんですよ。気をつけてはいるつもりなのね。うんはい、だから余計反応が。もうなんかそういうこと考えてるわけじゃないの。いや、どうしよう。大丈夫。オンエアでおそらく。全部使われてるのか全部使われてないかどっちかだと思うそれは。スタッフさんお願いします。そうだから I feel like a shark っていうとマジ今生き延びたいってことになっちゃうから皆さん気をつけてください。だからシャギーって使うことが大事なんでね。そうそうそう、シャギーなんてシャギーだね。まあ、シャギーもちょっと怪しいところあったりとかするんですけど、まあ、そのシャギーは一回置いといて、はい、例えばいくつかね他にも不調を表すフレーズ I'm feeling roughI'm feeling rough. I feel rough. Rough. そうそうそう。言いますね。Rough っていうのは、rough って聞くとどう思う？雑とか。うんうんうん。なんかザラザラしてる。そう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 、ザラザラしてる。ね、うん、曖昧、微妙、うん。うんうんうん。ちょっとなんか微妙なんだよね。I'm feeling rough って言ったりしますね。うん。So, oh, Jenny, you know, I woke up this morning and I'm feeling so rough. 今日起きたらすごい。うん体調悪いです。あどうすればいいですかって今言ってましたね。そうかなりね年を取った方になってましたけどね。そうです。そうなの。そういうこと。他にはね、Listen, Jen.
ジェンっても言われることある。あ、たまにあります。ジェン、ジェニー、I'm feeling a bit uneasy って言うとね。uneasy はあんまないね。声が荒れちゃった。uneasy、これまあ体調っていうより、なんかちょっと心配してる。気持ち的な方ですよね、きっと。あ、そうそうそう。ジェニー、my girlfriend rang me last night three o'clock in the morning and she told me she wants to meet. I'm feeling uneasy. あ、どんな意味ですか？昨日の深夜3時ぐらいに彼女から電話来たんだよって、うん、何かあるんじゃないかってすごい心配なんだって言ってましたね。そう、心の不調、心の心配事があるときに uneasy っていう言葉がありますね。ジェニー、do you feel uneasy at all? Have you ever felt uneasy in your life? Oh, of course I had.、うん、もちろん。Have you ever felt uneasy in your life? 人生で一度もそういう不安になったことない？心の不安って抱えたことありますかって。で、私はもうもちろん、of course I do. Yeah. Really? いや、ありますよ。結構心配性ですよ。Everyone is. Everyone、みんなだよ。Yeah. So, まあ、みんなそうなんですよ、本当。そうだね。Excellent. では実際ね、いろいろとちょっと使ってみましょうか。Okay. シナリオとしては、ハリージェニーピクニック楽しみにしてたと。うん。でも朝起きたら、ハリー先生若干体調が悪いという。こんな形になっております。Jenny, are you ready? I'm ready anytime. Okay, let's go. Okay. Good morning! Good morning, everyone! It's a nice day. いい天気だね。Mm-hmm. 日本語混ぜれがちだね、最近。大丈夫よ。It's picnic day today. Yay! Yay! I'm chuffed! Listen...Jenny, you know, I woke up this morning and I'm feeling pretty rough. I'm feeling a bit under the weather. Can I take a rain check? It's okay. I checked the weather. It's not going to rain today.さあ、ということで、さあ、みんな分かったかな、今の分かったかな。一番最初にジェニーが言いました、 Good morning、 おはよう、おはよう、ちょっと日本語混ざっちゃったけど、ね、yeah, yeah. 最近喋りがちなんだよな、ね、でそこで It's picnic day today、 今日はピクニックデーだよ、うん、ピクニックするよ、楽しみ、 I'm chuffed、 あ、楽しみだなってね、あげあげだったところ、いや、ちょっとね、実はジェニー、when I woke up in the morning、 朝起きたら I was feeling a bit rough、 you know? ちょっとラフな気持ち、要するに調子が悪くて、うん、でその後 Can I take a rain check? って聞くんですよ。そう、 Can I take a rain check? この流れはですね、うん、私は知らないでですね、うん、え、何を言ってるの、 I checked the weather、うん、天気は見たよって、雨なんか降るはずないからさ、そう、うん、でもね、この Can I take a rain check? 実は僕もこれあんま知らなかったんですよ。ああ、Can I take a rain check? そう、これね、またの機会にしてよろしいでしょうかって、そんな意味があるんだよ。知らない、ややこしいわ、うん、ややこしいや、ややこしいや、いや本当それなのよ。ストレートにいや、Can I take a rain check? 雨のチェックをしたい直訳だけど、また違う時に、またの機会に、ちょっと、ね、ちょっとまたでいいからみたいな、ね、そうそうそう、どんな意味があるんだろうね、もともと。でもそんな意味があるので、レインチェックしたいんだよねって言われたら、はい、違う日にやろうっていう、そう言ってるってことをね、皆さん分かってください。うん、エクセレント。UK vs. US Fancy and English Battle Lesson 14、 体調が悪い Under the Weather、 これテーマに British Idiom、 ね、イディオムをね、レッスンしましたけども、ね、どうでした、ジェニーちゃん。いや、イディオムってあまり意識しないで使ってきたんですけど、はいはいはい、改めて聞くとやっぱり強調すごいされるし、うん、いや、これなんかどうした、今どっか消えちゃったよ、ジェニーの椅子がぶっ飛んだ、やばいやばいやばい、くるくるする椅子に座ってんだけど、すごい今いきなり水位が下がっちゃってごめん、めっちゃトラブルなんだけど。大丈夫大丈夫。OK、ちょっと元の位置戻りますね。はい、戻ってください。戻り中、戻り中。OK、I'm back。Welcome back。Welcome back。Thank you。本当に、なんかそういうふうに言葉を組み合わせることによって、うん、元に協調性だったりだとか、なんか面白いなと思ったので、うん、なんかいろんなことを組み合わせてみて、本当にそれが合ってるのか、矛盾してる言葉で本当にその違う意味になるのか、いろいろ調べてみていかがでしょうか。そう、あとは、単純にイギリス人からすると嬉しいよね。普通に Under the weather、 そんなの分かってんだなみたいな。
です。結構マイナーですよね。うん、そうそうそう。あ、全然違う例言うと、あの昔オアシスってバンド知ってる？ああもちろん。そうそうそう。あの、うんうん、オアシスのリアム・ギャラガーとバンドメンバーたちとたまたまなんですけども、うん、あの同じバーであのばったり会った時あって話したんですよ。俺めっちゃオアシス好きなんだよねとか。すごい。And I said to them, I've been waiting for this for donkey's years.ダンキーズ・ユー、そうそうそう、これは聞いたことあります。マジあんの、すげえな。多分映画です。マジか。はい、そう、ドンキーって言ってる。ドンキーってロバですよ。ドンキー、ドンキーコングのあのドンキーだよ。あのロバって、そうそうそう、ロバのように、ロバの年月、ロバの年月イコールめちゃくちゃ長い期間、これも一応イディオムにはなってくるんじゃないのかな。あ、うん、確かに別々の言葉ですもんね。そう、それまた違う時にちょっとね、いろいろと教えたいと思います、うん、Thank you, Jenny! Thank you, Harry! それでは次回のレッスンまで All of you, take care and bye! Bye bye! スピナーから配信中 UK vs. US Fancy in English Battle、 いかがでしたでしょうか。さあ今後も続々配信していきますので、毎週 Don't miss it for sure! Please!